皆さんおはようございます。中央競馬予想 Y 氏の馬券、本当直前予想になってしまいましたが、この動画では2015年、6月、今日は5日か5日ですね。5日、いや7日か7日、6日か、何言ってんだ6月6日ですよ。6月6日、6月6日、土曜日、阪神で行われます、阪神競馬場で行われます、第、68回ナルオ記念、グレード3の予想をしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。いやーちょっとね、今週はってか、ちょっと忙しくてね、本業の方がちょっと忙しくてですね、いやー直前予想になってしまいました。これは伸びないね、アクセスもね。200チャンネル登録をしていただいている260名の方がですね、一回見ていただければそれで十分であります。はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。本当に、皆さんに支えられております。ありがとうございます。感謝しております。はい、今安田もちょっと直前予想になると思いますんで、今日の夜アップできればと思いますけどね。よろしくお付き合いください。はい、先に先週のダービーですね、30点買いましたけど、3連単当たってよかったかなと。ちょっとねリアルスティールがね、骨折したのは残念でしたが、まあ、デュラメンテは強かったと。デュラメンテは強かったと。ぜひ、まあ、凱旋門行くのか菊花賞行くのかわからないですけど、まあ楽しみですよね。まあ金亀の菊花賞っていうのはどうなのかっていう感じもしなくもないですけどね。はい、ちょっと期待したいと思います。はい、とりあえずもうダービーね、当たってよかった。本当にダービー3連単取れてよかった。本当にまあ硬かったですけどね、15,000円ありがとうございました。はい。さあ、今日からね、新馬戦やりますからね、また新たに1年、こっから追いかけていきたいものですよね。どんなスターホースが出てくるのか楽しみであります。はい。まあ、それはよしとして、ナルオ記念、予想をしていきたいと思います。昨日今日と、まあ、東京雨でしたよね。まあ阪神も雨でやや重い予想でありますよね。はい、僕の本命はですね、ちょっともう硬いんですが、ラブリーデーにしました。金2走はね、さすがに距離が長かったんではないでしょうか。あとは相手も強かったですしね。まあ、距離2000メートルに戻りですね。敵距離に戻り、相手関係も多少楽になった感がありますからね。まあ、ちょっと阪神は、ちょっと良績ないですけど、1003かな。1003と、まあ、1回しか勝ってないですけどね。まあ今年重賞2勝してますしね、G3 では負けられないんじゃないですかね。岩田ジョッキーもちょっといい加減ここらで奮起してもらわないとですね。はい、困りますしね。
まあ多少金亀3区ですから多少渋った馬場でもきっと大丈夫だと思いますんでね、外枠ですが、まあ、すんなり、相手を、ね、内々見ながら進めますんで、なんとか直線ね、好位追走で抜け出してほしいかなと思っております。これ願望ですね。相手はね、トーケーヘイローにしました。まあ、一昨年の勝ち馬ですね。まあ、金走はちょっと不振ですが、まあ、海外も挟んでのことですのでね、度外視はしていいかと思います。9ヶ月の休み明けっていうのもありますけど、しっかり乗り込まれては来ていますし、鉄砲は走ります。まあ、名将なると同系との兼ね合いもね、気になるところですが、まあ、トーケーヘイローは渋った馬場、すこぶる得意ですからね、この馬が花を切れるだろうと思います。すんなりね、すんなり花切れると思います。で、鞍上竹ジョッキーですね、竹豊騎手。僕、最近ね、竹ジョッキーの絶妙な逃げでですね、美味しい思いを結構させていただいてますんで、ここも信じてですね、竹豊騎手の逃げを信じて、対抗としたいと思います。いや、最近本当ね、絶妙な逃げだと思うんですよね。もう本当美味しい思いをね、結構させていただいております。本当ありがたいですね。最近逃げたら怖いなと思ってますよ。特にね、東京でね、東京で本当に、ねって まあ、美味しい思いを結構させていただいてましたんで、ここでもちょっと信じて買いたいと思います。黒三角東シャトルにしました。阪神コースはね、0302と、まあ、そこそこ相性はいいのかなと思っております。内回り2000メートルではね、ラジオ日経賞の2着もありますんでね、特に、まあ、全ノロブロイ3区、サンデーサイレンス3区の中でもね、この馬は、まあ、全ノロブロイ3区は小回りでも器用に、こなせる機動力とね、ダートもね、走れるパワーを備えています。まあ、芝ですけどね、このままやや重で、コンディション進んでくれれば、まあ、力のいる馬場で、勝ち負けできるんではないかなと思っております。まあ、エアソミュールはね、説明いらないですね、白三角。まあ、デムロジョッキー乗りますし、前走はあまり得意ではない、ね、渋った馬場でも3着に来てましたから、まあ、力をつけてきて、もう相当好調なんでしょうね。まあ、安定感も抜群ですので、まあ、白三角でエアソミュール抑えたいと思いますと。買い目は、4頭ボックスですね。馬単の4頭ボックス。まあ、そうですね。エアソミュールと、ラブリーデーがちょっと9点何倍で、ちょっと若干ね、人気してますんでね、そこはちょっと厚めに買っての馬単ボックス12点で、勝負をしたいと思います。いやー、仕事大変なんですけど、営業の奨励賞で、まあ、賞金が出たんですけどね、昨日ですね、昨日販売会議があって、
奨励賞の賞金が出たんですけど、まあうちスタッフ10人ぐらいいるんですけど、今回はトップで、いい金額の賞金をいただきましたんで、それを、今日の鳴尾記念と、明日の安田記念にね、ぶち込みたいと思います。そうですね、皆さんの予想はいかがでしょうかね。まあね、ちょっとねダービーの前までちょっとね 100% 切りそうだったんですけど、回収率ね危ないなと思って、まあ、的中率はね 15% ぐらいと低いんですけどね、まあ、100% 超えてはいたんですけど、ダービーの前までオークスぐらいでちょっと 100% ちゃんと計算してないんでね、あれだったんですけど、まあ 100% 切るんじゃないかなっていうところをですね、まあダービーね3連単取れて、まあ、30点は買ったんですけどね、30点買って、まあ、払い戻し1万5000円ですからね、まあ悪くはないでしょう。またちょっと回収率 100% 超えましたんで 120% ぐらいかな。まあね、ちゃんとグラフとか見せられればいいんですけど、はい、そうですね、ただね、この間は社長にね、社長に買ってくれと言われてね、まあそれもネットでまあ買ったんですよね。社長、まあ人の馬券を買うのはね極力断ろうとしてるんですけど、社長の馬券を買ってしまってですね、それも結構大きい額なんでね、筋がずれてくるんですよね、そういうのやるとね、あんま好きじゃないんで、うん、そういうのでちょっとずれちゃったんで、ちょっと数字見せられないんですけど、一応 100% は超えております。個人的にはね 120%130% ぐらいいってますんで、今年はちょっと競馬今のところ負けてないんでね、まあ、3連単が主で買ってるんで、まあ、来るときはねバーンと来るんでね、破壊力があるんで、まあ、今回は馬単ですけどね、馬単ですけど、まあ当たるでしょう、当たると思います。はい。希望的観測だね、希望的観測必要ですよ、そういうのはね、ね、大事だと思います。はい、ちょっと長々とグダグダとなってしまいましたが、鳴尾記念の予想は以上であります。本当直前予想になってしまって申し訳なかったです。はい、ご視聴いただいた方は、本当にありがとうございます。あなたは多分馬券的中しますよ。はい、って何の話ですかね。はい、では本日もご視聴いただきありがとうございました。安田記念もちょっと直前予想になると思いますが、今日の夜ですね、なんとかアップしたいと思いますので、そちらもご覧ください。では、失礼いたします。